ここでやるソロをちょっと触りだけやるけど、皆さん家でやってみてください。ギターもそうだけどピアノがある人は特にね、家でやってみてくれば必要です。目つぶって手をどっかにこう置きます、鍵盤の上に。この音を味わうんです。まずどんな感じの音、この音を上に行きたいか下に行きたいかって考えるんです。まずヨダ君、この音上に行きたい下に行きたい、よし、あ、こんな音、ちょっと様子変わるでしょ、音の様子が。左で余ってるよね。これ好きなところに置きます。どこでもいいです。目つぶって置けばいいです。あ、同じ音になっちゃった。まあいいや、3つの音になってる。この音どっち行きたい、ヨダ君、上下、今度上か。こうやってね、音を広げていくわけですよ。どっち行きたい、もう一個下行こう。もっといろいろ行ってみてみて。ちょっとリズムの感覚が必要になってくるよね。リズムをこっちでキープして、右手でそのもうちょっと細かいリズムを弾いていく。でも使ってるのはこっちの2本の指とこっちの3本の指だけ。